佐久間明は日本の臨床薬理学者。東京医科歯科大学の名誉教授の称号を受けている。専門は薬理学、臨床薬理学、薬効評価学、生物統計学、軽量生物学。1958年フルブライターとしてミシガン大学に留学。2010年春の叙勲で随法中受賞を受ける。佐久間明は昭和5年5月5日に 埼玉県浦和市で生まれ、東京大学薬学修士課程修了後、ミシガン大学で薬理学を研究、東京大学薬学博士課程を修了、博士号を取得した。留学中に、現地の大学院学生を対象に、生物統計学の講義を担当、後に、推論の多重性の研究などもまとめて、生物検定法を表し、その後の、薬効評価 I2。 東大出版会で近代的手法を用いた生態データの解析法を網羅的にまとめた。履歴及び業績は、ケータースペラーボスへの歩み、サイエンティスト社96並びに、佐久間明の世界日本の薬効評価と、生物統計学の歩みに詳しい。佐久間は、臨床薬理学会の設立に貢献する一方で、軽量生物学会の医薬分野の指導、進行に努めた。 1984年の IBC 開催にあたっては、林地を後藤昌司と共に、国際学会商兵に大きく貢献し、1989年から1992年には、同学会長を務めた。佐久間明と駒沢つ及および大通で、軽量生物学会の安定運用を、進行について相談し、1993年に、軽量生物セミナーを開始した。 このメンバーであるから相談場所は、ドイツ料理の飲み屋であり、セミナーには、ナイトセッションを付随することとした。セミナーでは、当初、非劣性、優越性の問題、有用度評価の問題を討論した。このセミナーでは、今も、医薬分野の重要な話題について、グローバルな視点を交えた議論が続いている。佐久間は、医薬品の有効性、安全性の評価体制、 方法の開発並びに育成への貢献が大きい。医薬品の近代的評価法は日本では昭和42年の基本方針から始まる。これに先立ってアメリカでは品質、安全性に関わる事件とサリドマイドの上陸阻止、それに続く薬事関連法改正が行われている。日本での医薬品評価方法は多くの袋工事に迷い込みながら発達したが、 佐久間はこれらを是正して正しい方に導いてきた。佐久間の数多い冗談の一つに三多試験がある。これは1942年までは、北ッの太鼓を叩いた、雨が降った、ゆえに太鼓が雨を降らせたという論法に習って、薬を飲んだ、病気が治った、ゆえに薬が効いたという論理を用いていたこのことを揶揄したものである。佐久間は、砂原も一、 増山元三郎、サブロ高橋高生と共に、自然治癒対象群、個体差無作為化、自覚的偏頼り、冒険化、誤差、統計学という整理を行った。これは日本が欧米に対して誇れる論点である。対照的に日本で比較試験について一通りの理解が得られたのは、基本方針から10年以上も経過してからである。佐久間は逐次検定法。 ノンパラメトリック推測法、クロスオーバーデザイン、一般線形推測法、日データ解析、順序分類データ解析、生命標法、生体内薬物動態学、一般化線形推測法、尺度構成法など、目まぐるしく発展する医薬統計領域を紹介し、薬効評価 I2 にまとめた。佐久間は、サーラ、増山、高橋と共に日陰連で、 統計入門セミナーをはじめ、これが現在の日本の数百名に及ぶ生物統計家のリソースとなった。このセミナーは現在も続いている。日鍵連で別途上級者コースとして、バイオスをくすのきただし、大橋安を、ウオイトと開始し、両研修コースは吉村伊佐を、大橋安を多製薬企業の統計家たちによって継続されている。 ありがとうございます。